んにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります。ワルソネコのタックスです。2022年7月29日のワルソネコニュースラジオになります、はい、本日ねブルーラビットの発売日なんですけど、そうなんよ。ここであの21周年アニバーサリージュノエステラの最終週を飛び込んでまいりました。まあほぼ予定通りというか前の月も同じような経験をしたことあるな、うんっていう。そうですね、なんか発売日頃に次の最終とか、はいはい、次の情報が飛び込んでくるっていうの増えましたね。なんかかぶせるってこれどうなんやろね。正直別の時にしてくれた方が話題がなんかそれぞれなんか一つ一つなんかこう拾ってくれてかいいんやけどなとは思ってしまうんですけど、だけ次回予告天津飯さらばみたいな感じになってまうからもう次の週の方に持っていかれるやんっていうんが、まあね、そういうのはあるのでちょっと注目分散してしまうと思うんですけど、一応入ってきた情報ですのでしっかり見ていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。というわけで21周年アニバーサリーネオブライスジュノエステラの最終仕様です、はい。発売日が2022年9月下旬発売予定ということになりました、まあ、10月のこう忙しくなる時期、お子様がおる家庭やったら運動会がやれなんやとか言うんが、はい、まあその9月下旬でか運動会のとこもあったりはするんですけど、まあ、幼稚園保育所とか結構それ多いかな、ね、まあその頃ということで、うん、まだなんか何日というのは出ていません。あ、そこそこ。メーカー希望小売価格なんか最初のデザイン画の時と変わりません。税込み 32,890円、税抜きだと 29,900円ということで、でまあドレスなんか2種類のなんか写真がこう出てきてるんですけど、はい、これで最初のイラストとやっぱりなんかちょっとあれ印象違うぞっていう方もおられると思うし、こっちの方が好きだぞっていう方もおられると思うんですけどね、この辺は好みやけど、やっぱりちょっと注目するところは、うん、グッドスマイルカンパニー初の半透明肌ということで、うん、半透明がなんかめちゃめちゃ行き過ぎてないように見えるっていうのはこの写真ではね、これねあのドレス特にピンクの方なんやけど、はい、左側の方これで見て背景がこう淡い感じになるやん、はい、これって写真でロー現像するときに結構ね加減が面倒いよ。あ、色引っ張られる系ですか。色引っ張られる系で、あ、そしたらこれもなんか色調整難しかったかもしれないですね。だからちょっと何をこうくすんだ感じに見えるやん。あ、まあね、だけどこの辺ねあのロー現像でしたときに仕上げの段階でどうするかっていうのが結構問われるとこなんよ。あ、変にやったら髪色のサイド落ちてしまうし、うん、金色が出なくなるんよ。あ、そっかそっか、うん、まあ、これなんか最終とかここからサンプルの展示とかがジュニムさんであったりとかすると思うんで、はいはい、そうなってきた時にまた印象こうやったよっていう声が出てきたりはすると思うんですけど、うん、では細かい仕様を見ていきましょう、はい。では改めて仕様の方を見ていきます。フェイスタイプ変わらずラディエンスエボリューション、うん、そしてフェイスカラー半透明のクリームということで、はいはい、こちらがやっぱりね、うん、そのグッスマンになって初めてっていうんで、はい、どのぐらいのその透明感と、うん、あと肌色というかその何血色の良さ、そうですね、クリームっていうのが基準がちょっと分かりにくかったこともあって、うん、ね、なんせクリームってタカラトミー時代もなんか色のなんか振れ幅結構大きかったじゃないですか、まあ、なかなかブライスのハンドルの特有の遊びを楽しむとこでもあったけど、うん、そうですね、それのなんかどのぐらいの位置で半透明になったのかっていうのはちょっと見どころにはなりますね、うん、まあ、正直決まったもんで数値化されるもんじゃないから、そうなんです、だん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 分かってくると思うよ、うん、そうですね、うん、そしてヘアカラーが新色のインクブルーということで、はいはい、これなんかあの何先にチラ見せというかあの分であったけど、はい、なんか見た雰囲気変わるね。やっぱりこう何全てが服装とか全部セットされて、うん、メイクされて目玉が入った状態で見たら、はい、ああなんか印象変わるなっていうのが、そうですね、もうあとはライティングとかで全然色が変わる子ではあるので、うん、結構俺思ってたんが、はい、あの何パナシアみたいなんでちょっとブルーかなと思ったら、はい、プリンセスアラモードとか あとあの透明肌のエレガントエリーとかの、ああなるほど、あれのちょっと青版かなって、まあ、触ってないけん紙質とか分からんけど、ちょっと並べるのが楽しみですね。そうそう、なんか透明でめちゃくちゃ見たら緑にも見えんことはないなっていう、あ、これ背景の色によってはなんか緑っぽく見えたりしますもんね。結構ね引っ張られると思うから、うん、一体どのぐらいなんだろうっていうのが、そうですね、これ今背景に薄い緑色入ってるから、それで引っ張られる感じもあるんですよね。これが青かって言われたら、うんうん、まあ青ではあるけど、ね、緑にも見える人おると思うよ。あ、ちょっと緑味入ってるかもとかなってしまいますね。もうなんていうの、あの昔のあの電球方式の頃の信号を青やのなんで緑って言ったら、緑やのなんで青って言うねんっていうと同じで、あ、まあね、もう年によって呼び方ちゃうわぐらいの感じで、まあね。でヘアスタイルの方はセンターパートのパーマのかかったロングヘアということで、はい、これはまあ、あの初めのデザインが通りの、うん、そうですね、まあなんか長いのでか編んでもよしみたいな感じのところありますね、うん、そしてメイクの方確認していきます。アイシャドウがライトブラウン、はい、チークがピンクで、リップなんですけど、うん、これなんか最初のデザイン画の時と表現変わりました。ちょっと変わってるね。ワインレッドでクリアタイプのぷっくりマスクということになりました。ワインレッドでクリアのタイプでぷっくりマスクっていうのは、はい、今の言葉に置き換えたら、はい、チェリーピンクっていう意味な。
これはちょっともうわからないやわ。イラストの段階ではチェリーピンクやったんですよ。そうそうそう。でチークがピンクなんですけど、はい、どっちがクリアだっていう話になってたんですよね。多分もうどっちも普通の塗装でやるんかね。だからチークの方はなんか今回クリアっていうのが消えててがピンクで確定しているので、リップの方がクリアタイプのワインレッドでぷっくりマスクということになるのかなと思います。もしくはクリアタイプのグロスみたいな後で引いてるパターンよも。そう、これね、あの文章の方を見たら、はい、ちょっといろいろ書いてあるんですね。ほうほう。リップはクリアなグロスを施した赤みの強いワインレッドっていう書き方になっとるんですね。過去のドールで言えばあったんかな。どうなんでしょう、このグロスを上から乗せてるのか、はい、グロッシーな最初から塗装なのかっていうので、艶ありのね、そう、なんか2回塗ってるのか1回で決まってるのかがわからないっていうところになってくるんですけど、はいはいはい、まあ、その上から塗ったクリアの分が将来ベタベタになる分やったらものすごく困るけど、まあそれはないと思うんで、そう、私これ見る感じではなんかこれ一発でかこのクリアタイプじゃないのかなというのは思ってしまうんですけど、この辺はまた何を、あの最終見られた方のね、うん、その辺から情報を聞くしか方法がないんで、そうですね、なんか実物を手にしてもこれってどっちなのかわからないかもしれないし、まあ、触ってみなわからんとこやね、うんうん、まあ、ここら辺はまあちょっと置いときまして、あとこれまぶたなんやけど、はい、これは成型色やね、はい、ライトブラウンの成型色になります、はいはいはい、おそらくアイシャドウの色に合わせてきてるんじゃないかなということで、うん、少し違うかもしれんですけどね、はい、ちょっと飛ばしてください。アイカラーの方は、はい、まず正面ブルーグリーン、右ライトブラウン、正面ブルー、左パープルがかったピンクということで全特色になってます。やけどなんか何よ、デフォート比べてそんなに変化があるかって言うたら、はい、元の色がちょっと変わったいう感じの印象が強いかな。あ、そうですね、どちらかに振った感じの色っていう感じですね。でこの左のパープルがかったピンクなんですけど、はい、イラストの時にはピンクってだけ書いてあったので、よりなんか色が詳細になった感じしますね。そうですね。そしてまつげも少しなんか細かいところ書いてくれています、うん、スペシャル仕様のブラックなんですけど目尻が長いタイプということで表記されました。そのタイプね、はいはいはい、はい、うん、でイヤリングは今回初めてですね、あのグスマさんで初めてピアス開きます、うん、でパールと星モチーフのピアスがつきます。今画面に出てる分やね、はい、うん、そしてマニキュアはピンクです。あ、なるほど、まあ、最近ちょっとマニキュア続きというか、そうですね、常についてるね。毎回つけてくれるようになったのかなとちょっと期待してしまうんですけど、まあ、その辺はもうなんかなしが出てもなんか驚かないというか、うん、そうですね、もうありかなしかで毎回言ってたのが毎回なんかこう色が描かれるようになったので、うん、ちょっとこの辺はデフォルトになってきてるんだったらちょっと面白いなぐらいの感じで見ていこうと思います。次衣装の方を見ていきますね、はい、今なんか明けの明星の方のを見ていただいてるんですけど、うん、あのピンクの文字で書いてあるのが明けの明星専用のセット、はいはいはい、であの紺色で書いてる文字はなんか共用のものだと思ってください。共用の方ほんだちょっとソックスとパンプスとペチコートっていう、まあ、チュールやけど、はい、うん、これが共用やね、はい、なんかソックスもあの最初レースかなみたいな感じで言ってたんですけど、あくまでネットチュールということで、はいはいはい、うん、で履き口にゴールドのピコレースを縁取りしてるっていう、もうこの辺はなんかこのイラストの段階で見えてなかった部分になりますね、うん、あとペチコートもチュールのペチコートということになりました、はい、そしてパンプス、あの靴の形がこれで分かりましたね、ゴールドのパンプスついてきます、まあ、よくあるやつやね、はい、うん、あとはなんかこう画像で見て分かるのはなんかショーツのところもなんかあの金の縁取りしてるなっていう感じとか、ね、ちょっと豪華な感じに見えるかなということで、こちらの明けの明星の方のドレス見ていきましょうか。はい、まずヘッドアクセサリーいきますね、はい、ゴールドカラーのお花と歯を配した冠ということで、まあまあヴィーナスっぽい感じがするかなというか、そうですね、うん、これはなんかこれまでなんかあのお花がついてる冠とかあったんですけど、 あれみたいな感じで布みたいなのでやってるのかなっていう風に見えますね、うん、まあ、よくあるなんか何あの手芸店とか行ったらパーツで売ってる分の、うん、あれをぐるり一周いった感じで、そうですね、だからこれはすっぽり被る系というか、まあ、うん、でもなんかこう何あの髪の毛がストレートに近い感じやから上の方、うん、あでまあセンターパートやから、はい、被せる時とかなんか毛がうーとかなったりとかそれはないと思うから、うん、まあありかなと。そうですね、そしてドレスの方です。ピンクのチュールとゴールドの生地のコンビネーションが美しいロングドレスということで、はいはいはい、トップのゴールドブレードや両肩につけたリボン、うん、チュールスカートにピンクのカットビーズを散りばめるなど優しさを表現したデザインになっています。この辺はデザイン画で思ってた通りというか、そうですね、あ、うん、こうブレードなんか縦に行くんやろねとか言ってたのが大体合ってたかなと。まあでも思っとったよりかは広がりが少ないなと思って、はい、もっとなんかぶわっと広がるんかな。まあでも何も明けの明星の方は軽めなんかなと、これを見る限り。そうですね、やっぱりなんかそのダンフリルも軽やかな感じに作ってありますしね、うん、でチェーンベルトがやっぱりなんかあの時予想してた通り別になってます、はいはいはい、パールとお星様のモチーフを使用ということで、うん、これまた別のドレスとかにも合わすことが可能かなということで、うん、
これチェーンの上側は星の分のモチーフがずっとつながっても分かるんよ、はい、チェーンの一番下に星の分があるも分かるんよ、はい、そのまっすぐ上に行く間、はい、これピンクのパールなん、それともピンクのビーズなん、えパールっていう風になってたんですけど、これほんでピンクに見えるんはピンク色の分やから、それとも白の分がなんかこう周りのドレスでピンクに引っ張られてんの、あのね、この単品切り出してるやつは、うん、なんかこうピンクパールに見えるんですけど、うん、これ着用写真の方行ったらちゃんと白なんですよ。白に見えるか、なんかこれどっちなのかまだ分かんないですね。うん、だから写真のなんか着用してる分見たら普通にホワイトパールやと私思ってたから、はいはい、今拡大して嘘って思ったんですよ。あとはなんかあのピンクのドレスのとこにカットビーズなんやね、はい、ああそうですね、最初パールがついてるのかなと思ったら、うん、あこれビーズだったんだなっていう、これはピンクなんかな、どうでしょう、白っぽいかもしれないし、色がついてるようにも見えるし、うんね、ついてないようにも見えるとか、うん、透明かもしれんしね、ひょっとしたら、うん、これはまたあれでしょうね、あのサンプル見た方とかがなんか、うん、あれ白かったよとか、そうそうそう、あの透明でキラキラしてたよとか、あとまあカットの仕方によってはね、うん、輝きも違うんで、そういうのがまた出てくると思います、うん、でチェーンベルトはさっき言った通りパールとお星様のモチーフを使用ということで、はい、結構これダラーンとするんかね、あでもウエストのところで結構収まりよくついてますから、うん、なんかこの何、うん、単品で見たら、うん、なんか胴より大きく見えてしまうやん、まあ、大体大きさ的にはあれやな、腰よりちょっと太いぐらいで、そうですね、だからもうそのスカートのなんか広がりのところにうまいこと乗っかるっていうぐらいになってるとは思うんです、はいはいはい、そしたら宵の明星の方を見ていきましょう。で次宵の明星の方に画像変わったんですけど、はい、こちらにも共通アイテム入ってます、ネックレスとイヤリングですね、うん、これはね、はい、パールとお星様のモチーフをデザインということで、うん、もうこれ全体のなんか共通デザインというかそういう感じになってますよね、はいはいはい、そしてドレスの方を見ていきます。まずヘッドアクセサリーですね、うん、お星様を散りばめたデザインの新型のティアラということで、肩やっぱり作り起こしになりましたね。これはあのテンハッピーとかあった時のあの側は違うけど、はいはい、あの何よこう挟むとこ、コームみたいなとこだなんて言うてんやろな、 あれは多分そのままなんかね、カチューシャ状になってる部分ですよね、 それがついてるように見えますね、うん、後ろのデザインがなんか似てるかなと、まあ、新しい分でもいいんやけど、なんかこうマジックテープで後ろでギュとか、うん、あのボタンでパッチンとかじゃなかったら、うん、これ結構つけやすいんで、そうですね、カチューシャ状のやつは扱いやすいですね、うん、そしてあのドレスなんですけど、先にロングマントいきます、左端に映ってるのですね、あ、はいはい、肩にはゴールドの巻きバラを飾っていますということで、留めの部分がなんか巻きバラになってるわけですね。これどうやって留めるんやろね、あそうですね、なんかアタッチメント的なもんがあんの、カチンってなるのか、もしくはなんかこうマジックテープが隠れてるのか、スナップボタンが隠れてるのか、スナップとかはちょっとマジックはやりにくいかな、だからドレスに留めるのか、あの腕に留めるのかでまた変わってきますよね。あ実はなんか手ぐすがあるとかっていうとこ、あそのパターンもあるか、うん、だからなんせマントがこれ独立して他のものにも合わせられる感じになっているのか、その辺がちょっと未知数ですね。私このなんかあのスチール見た感じは肩になんか直接ついてるようにも見えなくもないんですけど、はい、通すとこがあるんかな、実は手ぐすみたいなんで、だからこのなんか巻き腹ついてるところのなんかこう裏までぐるっと回るなんかベルト的なのがあってついてるとかの可能性もあるので、これちょっと細かいところを見るの楽しみですね、うん、そしてドレス本体の方行きます、はい、あの正面と後ろは両方画像ありますね、ブルーシフォン生地をベースに前面にゴールドのシルクプリントを入れた幻想的なロングドレス、うん、アシンメトリーに寄せたドレープやウエストから垂らした折り重ねたリボン風の飾りなど上品なデザインになっております、はいはいはい、ということでシルクプリントやからシルクスクリーンであのゴールドをやったということですね、うん、だから普通のなんかあのカラープリントだと、あ、それではね、あのゴールドの表現ができないから、まあ、なかなかちょっとね、うん、もう UV プリンターがいくらなってもやっぱり生地の上に乗せたらパリパリが来るんでいずれ、うん、ですね、だからここだけシルクスクリーン使ったのかなという感じですね、うん、だから金が多分本当キラキラすると思います、この表現ということは。あんまりでも何よ、硬い生地にはなってないから、うん、結構薄くだって透けて見えるやんちゃんとあの、うん、いやそれはシフォン生地ですから ね、うん、それを思ったらその薄い生地にこのプリント入れたのすごい大変やったやろなとも思うし、ですごい金が主張してるので、うん、結構しっかりめに乗ってるような白押しまではいかんけど、うん、結構でもほんまに綺麗に乗ってるんかな、そうですね、ここら辺ちょっと見どころにはなりますね、変にやっぱり乗せてしもたら、うん、生地とか手触りが固くゴワゴワするのがあるやん昔だったら、うん、そうはなってないかどうか心配や ね、 そうね、でもこの生地でそのアシンメトリーでドレープなんかしっかり寄せたりとかしてるわけですから、うん、ある程度のなんか柔らかさが維持できたっていうことなんでしょうね。それとあと何や、フロントの分の腰の右側、はい、この折ってる分とかもなんかまあそんな分厚い感じはせんから、うん、元の生地が薄いですからね、うん、それを思ったらなんかすごい繊細な作業されたんやなと思います。結構でもなんか思っとったより太いね折ってるんが、ああ
そうですね、もっと細かいのが入ってるのかと思ったけど、でもこれはこれでかい、なんか綺麗に形まとめたなっていうのは思いますね。あとあれやね、マント結構広いよねこれ。ああそうです、後ろ結構流れていくやろ。ああそれは確かに、なんか地面するところまで長さありますもんね。お引きずりまではいかんけど、うん、結構後ろあるなと思って。そうですね、だからこれまでやったらドレスのなんかあの後ろがなんか長くて引きずるとかが多かったけど、はいはいはい、今回はあくまでマントが引きずる感じなのかなっていう、だからスカートはなんかこうめちゃくちゃ引きずるんじゃなくてっていう感じなのかなと思いますね。でいつもでしたらここで販売方法の話をすることが多いんですけど、これでも9月下旬に発売がもう決まってるんだったら、はい、まあ、それまでには何かしらあると思うけど、今は現在8月がそろそろと、うん、そうですね、だから販売方法は後日発表しますっていうことになってるので、これからということになりますね。そうだね、まあ、とりあえずなんかこうドールの全貌というか、はい、あのデザイン画から変更した部分とかもちょっと分かってきて、で、あの一番なんか関与だったあのインクブルーの部分、はいはい、紙ね、うん、これがなんかこういう色ですよっていうのがあの写真何枚か出てきて、そうですね、うん、あこういう感じやったんかっていうのがある程度見えてきたっていうところまでは来ましたね。あでも左の分のあの明けの明星の方の写真と今宵の明星は出てるんやけど、はい、あのまあ、左側のピンクの方やけど、まあ、結構明るめな光で撮ってるんやけど、はい、なんか顔色そんなに悪くないように見えるんよ、まあ、明るいところで撮ったら色は出るっていうの分かるんで、そうあの半透明肌の時にこの青系の髪が来たら、はい、あの時々顔色くすんだりするじゃないですか、まあ囲まれ通るとかしたら、ね、もうでもこの場合は耳まで見えてるんで、うん、イヤリングがあって、ああそっかそれもあるか、うん、だからあの透け感がなんか強かったら、はい、あの裏になんか抜けた光でかあの髪の色の反映して、まあ、反射してからね、うん、そういうのもあったので、うん、それがないぐらいのなんか絶妙なところをついてくれてるのかなとか、まあね、うん、あとはまあ右側の写真はもう室内かあれがまあ、ね、ちょっと黄色っぽくなってる、うん、これはもう色とかは分からんけど、まあ、雰囲気の出る写真かなっていうことで、そうですね、あとはまあ肌色の透け感はちょっと分かりにくいなこっちではっていうね、うん、あとは中で撮ってる写真があるんやけど、これに関しては透け肌がまあ透けてるかなっていう、うん、よりでも左側の方が透けた感じに映るというか、ああそれはやっぱりドレスの色とかの影響もあるのかな、うん、まあ、でも写真の分でこれやるときってもうレイヤー切りまくって自分 で、はい、で部分部分で全部色補正してから、うん、まあね、まあやってるんだろうなと思うし、うんうん、あとはですね、チークがなんか最近な濃いめの子多かったのがちょっと落ち着いたように見えますね、見えるように見えるから、だからクリアの分だったら薄くなってよかったのも、これでもクリアっていうわけでもないみたいな、なかったみたいですもんね、うん、まさかこっちのリップの方がクリアだとはっていうところにはなったんですけど、やけどこれで見る限りね、うん、初めの分のとおりチェリーピンクというか、今回ワインレートっていう表記に変わりましたから、ね、うん、だからあのもうちょっとなんかこうピンク味が残ってるのかなと思ったら本当に赤でしたね、赤ですね、うん、その辺のやっぱり最後になってから少しずつ調整したんやろうなとか、うん、そういうところもあるし、赤になったことでかよりお姉さん味は増したかなっていうのもあったりするし、はいはいはい、あとはもうこの髪色にどんな服が似合っていくのかっていうのはちょっといろいろ試してみたくなりますね。まあ、でも購入される方とか購入考えてる方はどんな服がとか似合う似合わないじゃなくて、うん、まず買ったらやっぱり遊び倒すじゃないけど、うん、なんとなく好きな服着せて、うん、それで写真撮っても好きな写真やったら俺もうどれでもええと思ってんのよ。まあそれは確かにね、うん、まあ、いろいろ試してから、ね、楽しんでいただけたらと思うし、だって持っていく場所によって結構雰囲気変わるドールも世の中あるやん、ありますね、うん、そういうんで遊んでいただけたら、うんうん、あとこれ題材がもうもろ金星やったんやね。そうですね、だからもう最初から明けの明星宵の明星って言うてますから、まあでもあまんま金星なんやっていうのが、うん、じゃあヴィーナスかっていうんでそのままやったけど、そうですね、なんかこう何ひとひねり欲しかったね。あなんかこのジュノーっていうのが小惑星の名前であるらしくて、はい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 、なんかそっちじゃないかなって予想されてた方もおられたんですけど、あなるほど、ここまで金星ですよって言われたらなんかそのジュノーの入るなんかこう余地がなくなっちゃったなっていうのは、もう一つやるんやったらやっぱりなんていうあのハンドルの遊びを楽しむんじゃないけど、うん、金星ってあの、地球とその回転が逆なんよ。ほう、だからあの太陽の月の昇り方が逆、ほうなるほど、うん、だから逆を打つという意味で、うん、もうちょっとこう何を裏を変えてくれてもよかったんやでっていうのはいや、あとは金星結構明るいのはね、あの反射率がね 70% 超えてんのよ天体として、へえ、うん、だから明るく見えるんで、なるほど、あと何気に金星って遠いと思うこと実は2番目やからね、まあそれはね、うん、そういうところはありますからね、案外近いんよ、うん、急になんか惑星知識が入ってきましたね。いやいや、それはあの昔動画でやったアースボールの分でちゃんと学んでますんで。あ、そうか、ほぼ日アースボールありましたね。あれすごい縁で、うん、あれはね時々なんかアプリで見たら楽しいんですよね。楽しいな、まあ、それはちょっと置いとこう、まあそんな感じで9月下旬にアニバーサリー決まりました。まあそのなんていう販売方法やっぱり気になるとこやね、うん、あとこの9月末にアニバーサリーっていうのがここで出たから、はい、8月はもうこれ出ることないと思いますし、9月はもうこれアニバーサリーオンリーかなぐらいの感じなのかな。
まあ、もしくは新しく熊の人形が間に合ってくれるかどうかわからないところで、まあ、8月の頭には出ますからね、まあ、そういうのもありながら、まあ、俺たち2人を忘れないということで、うん、まあ店頭の方はね今こうしてもうグスマブライスがなんか2体入って、はい、でまあちょっと店頭で選ぶことができる感じになってきてるので、うん、まあ夏休みの店頭はこんな感じで寂しくない感じになったかなとは思ってますけどね。あとはまあ雑貨のねカレンダーとかチラチラ入っておもあるし、うん、あそうですねカレンダー入荷してますね、うん、からまあ一緒になんか店頭には並べてるんですけど、うん、あとはまあ夏休み中もあの何を半分終わっていう感じにはなっとるけど、はい、またなんかレーザー加工機で作ったものとか出していったりとか、うん、あと靴がね、うん、なんとか間に合えばっていうところやね。そうですね、もうあと私も服を随時作りながら様子って感じですね、うん、あとはもうジュノエステラの販売方法が出るのを待つ感じになりますかね。抽選なのか、うん、まあ、実店舗ね行かれる方はええんやけど、うん、やっぱりこう田舎に住んどる人間としては、うん、通販とかどうなってるんだろうっていうのが、あ、そうですね、抽選なのかなポチ合戦なのかなっていうのが、まあこれまでの流れやったら抽選になる可能性にいうところにはなるんですけど、うん、こう今なんか状況がどうなのかとかいうのがわからないですもんね、はいはい、まあ、その辺はまあ続報を待ちたいと思います。そしたら今日はこの辺で最後までお付き合いくださりありがとうございました。皆様のお役に立てればと思います。どうもありがとうございました。